はい、こちら広井織城さんのビンビン単調紅白、サイズ42センチです。お願いします。はい、やはり単調というと、このまず単調紅白がパッと思い浮かばれます。やはり単調紅白は、単調の代表ですよね。真っ赤で単、そして真っ白な地肌、まさにこの日の丸のような、単調。やっぱり一番 見かける機会もありますし、人気もあります。世界中で、単調に人気ありますね。どのサイズでも、小さな10センチから90センチになっても、やはり単調というのはですね、どこの池を見てもやはり1匹2匹は見かけるますね。一と池に単調が1匹入ってますと、池がやはり明るくなるというか、そういったイメージはございます。はい、今回は新年ということで単調メインに出しておりますが、その中でも何匹かいる中でからも厳選しました。この単、鉢いっぱいのこの真っ赤な単、まさに日の丸ですね。いいですね。でそしてこちら銀鱗単調ということで、ギラギラ光っております。もちろん余分な非番などはこちら見る限り一切ございません。中の方も綺麗です。はい、やはり単調紅白もいいですけども、この銀が吹くということで、さらにギラギラして肌も綺麗に見えますのでね、正月ということで、日の丸の単調一本いかがでしょうか。はい、銀鱗もいいですね。こうギラギラ光ってて、その肌も綺麗に見えますね。そうですね。なんで単調紅白もいますけど、銀鱗になるとちょっと生産量は減りますのでね、この機会にいかがかなと思います。非常に単もですね、ナチュラルな単で、肌もいい、本当に雰囲気のいい単調です。はい、ぜひよろしくお願いいたします。